ただいま。皆さんこんばんは。あ、コメントが来た来た。こんばんは。ただいま。ありがとうございます。先ほど選抜32枚目シングルの選抜発表が、選抜配信、情報解禁の配信がありましたけども、今回も選抜メンバーとして、選んでいただきました。ありがとうございます。32枚目シングルも選抜メンバーとして活動できることを感謝に、感謝の気持ちを忘れずに、活動するので、皆さんぜひ一緒に盛り上げてくださると嬉しいです。選抜おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。2月28日発売、愛のホログラム、どんな楽曲かはもう少しお楽しみにしててということで、あっという間に2月がね、もう1月も後半にさせかかるので、あっという間になると思うんですけども、楽しみだ。今回チームのカップリングも収録されるということで、チームの方ももうミュージックビデオの撮影は終わってて、楽しみ、どんなね仕上がりになってるのか、とても楽しみです。みんなも楽しみにしててください。幕張楽しみにしてます。早い、もうね、特典会の詳細も日程とか出たので、またみんなに会えるの楽しみにしてます。オンラインだったりね、現地のトーク会だったり写真会だったり、ロングオンライントーク会とかも、今回選抜メンバーだけの特典会とかもあったりするんで、ぜひ参加してください。もう話したいこといっぱいね、個人的にいっぱい話したいことあるんですよ。舞台のこともそうだし、選抜のこともそうだし、なのでね、皆さんぜひオンライン現地遊びに来てください。こんばんは。話すこと多くて困ってるね。本当たくさんあります。ジョンフェスとかもね、そう、ジョンフェスとかも本当いっぱいありますから、話が尽きないでございます。きっと早くお話ししたいね。ちゃんと話せるの久しぶりだから。そうだよね、楽しみです。私も選抜よりおめでとうございます。ありがとうございます。選抜メンバーとして今回もさらにいい作品になるように、毎回毎回更新ねできるようにしていきたいなと思うので、今回もなので新しいことにミュージックビデオで挑戦してるので、解禁を楽しみにしててください。YouTube 配信の進行役お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございますね。みんなね、明けおめやりましょうね。明けおめことよろってやらなきゃね。
ばんは。ミュージックビデオは舞台稽古の合間に撮ったの？そうですね、もう合間でしたね。バッタバタでした。です。今回はツーショット2パターンあるね。そうなんですよ。あの立ちバージョンと着席バージョンが両方あって楽しみですね。いっぱい写真撮って思い出作りましょう。1月30日からね、応募が始まりますので、詳しい詳細は私が X だったりインスタグラムにね、載せているので、これからも随時載せるので、そちらでチェックしてください。ツーショットの時の衣装どうなるのかな、楽しみね。楽しみですね。前回はなんか謎の指定があったから好きな衣装を着れなかったけど、今回はもう謎の指定がなければなければいろんなの着れるんですけどね。ぜひ皆さん、もう予定を空けて遊びに来てください。令和落語のね、感想も話せますね。そうだね、令和落語の感想もぜひ聞かせてください。有給取ります、お願いします。みんなのお休みが休んでよかったって思ってもらえるような時間にするので、遊びに来てください。ぜひ遅い部であってほしい、早い部だと始発になっちゃう。それ私も同じこと願ってる。まあ、もうずっとね、しばらく早い部ですから謎にね、なんかいい感じに3部からとかになってほしいんだけどなかなかね、早い部にされがちなのでね、なんでいっぱい完売できるようにして、なるべく遅い部になれるように頑張りたい。寒くないですか？寒かったです。外はとても寒かった。なんか今日は暖かかったんだけどね、お昼とかは急に寒くなってびっくり仰天。めちゃめちゃ寒い。僕は一部とか空いてるし好きですけどね。もう私もそんなめっちゃ嫌ではないけど、一部ゆっくりお話できるのは朝ですからね。やっぱり周りの声とかもあんま聞こえない、もう朝ですねって感じの一部も私は好きですけどね。落語行きますよ、お待ちしております。そう、もし朝だったらね、早起きして遊びに来てくださいね。起きれなかったから来れなかったっていうのはなしで
みんな、私も早起き頑張るんで、みんなもね、遠いとこから来てくれる人も多いと思うけど、一緒に朝活しましょう、健康的に。で、終わったら早く帰って寝る、これです。推しのためなら早起きできます。さすが、さすがでございます。私もみんなのためなら早起きなんて全然余裕。確かにハタゴに朝おはようって始まるのも嬉しいね。おはようって言えるのも、なんか急におはようじゃなくなったらちょっと寂しいよね。こんばんは。姫、やっほー。あれ、いつから姫になった？ぜひ2月28日発売の愛のホログラム、どんな曲かっていうのは、あの失恋ソング、今回はね、ちょっと失恋ソングということで、まああんまどういう曲かしかまだ公表はできないんですけども、失恋ソングになっております。個人的にはすごく、まあ曲調だったりダンス雰囲気、ミュージックビデオのまだ完成したバージョンは見てないんですけど、なんかよくみんなが言うさ、新しい SKE みたいな、新しい今までにないミュージックビデオって毎回ね、メンバーは言うと思うんですけど、それうん、そんな感じです。また新しい一面をお見せできるんじゃないかなと個人的にも思ってますし、個人的にも新たな姿をまだ公表はできないけどお見せできる、新曲だと思ってます。舞台もあってミュージックビデオの撮影もあって大変だったね。でも大変でしたけど、本当にお稽古とかもね、なかなか参加できなかった時もあったけど、本当に皆さんが、あ、舞台の皆さんがね、すごい刺激になって、ミュージックビデオも頑張ろう、舞台も頑張ろうって背中を押してもらえたので、個人的にはすごい充実した期間でした。舞台もミュージックビデオ撮影もとっても両方ともすっごく楽しくて充実してました。全然苦じゃなかった、もう楽しかったです。めちゃ楽しかった。こんばんは。改めて選抜おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、頑張ります。いろんなことに集中できることで充実できた、寝れそうなんです。早く結婚した方がその言葉そのままお返しします旗号にはご利益がある、あるといいけど、なんか失礼なコメントってたまに無視するんですけど、たまにというか基本無視するんですけど、毎回ごめんなさいね、こういうことファンの皆さん見てる前で言うのもあれですけど、毎回コメントしてくる、ケキカズさんっていう人、ちょっとなんかね、毎回だとすごくなんて言うんだろう、
気分が悪くなるので、そういうコメントはいつもしてくるのやめてください。もうこれ以降二度と言わないので、やめてもらえると嬉しいです。今までずっと言ってこなかったんですけど、二度と送ってこないでください。すいません、失礼しました。本当は無視した方がいいんですけど、以後スルーさせていただきます。本当ちょっとしつこいのでよろしくお願いします。ね、みんなで楽しくお話ししましょう。こんばんは。ゆきちゃん大好きです、ありがとうございます。夕方配信した時と髪色変わったの気のせい。嘘、ちょっと数時間で髪色抜けちゃった。あんまりゴシゴシと髪の毛洗うのやめよう。そう、ちょっと落語の、ビジュアル撮影が近々あるのでちょっと暗くしたんですよね。そう、だからどうにか暗さを保ってほしいんです。どんな着物なんだろう、それも楽しみね。そろそろなんかちょっとかっこいい感じ、きっぱりとしたキリッとしたね感じの着物を着たいなみたいな感じに前々回とか言ったんですよ、衣装さんにね。その専属の方がいらっしゃって、令和落語に、でその時にポロって言ったら、あ、それもなんか似合うかもねってね言ってくださったので、ちょっとどうかな、来るかな。いやでも私の予想はきっと可愛い系が来ると思う。ちょっとなんか淡い感じの着物の予想はね、こんな感じでしょうね今回。でも何にしたってめっちゃ可愛いんですよ、令和落語の着物。何にしたって、何を着たってめちゃくちゃデザインが可愛いんです。可愛いんです。髪の毛もどうしよっかな。だからその着物の柄とか色に合わせて髪の毛も一応自分でこういう髪の毛がいいですってお伝えしたりはしてるんですけど、さあどうなるか楽しみにしててください。みんなまた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 、そんな着る人がいいとかそんなことないですよ。手の下めっちゃにやけてるやつ。ツーショット撮影か立ちと座りだがどっちおすすめ、まだね、どっちがおすすめとかわかんないけど、でも衣装とかだとやっぱ立ちの方がみんな嬉しいんじゃない、どうなんでしょう。やっぱ衣装が見えるしさ。ねえ、楽しみだな。でも3月20日まだ先だと思ってるけど、意外とあっという間なんだよね。まあ今回両方あるんで、立ちも座りも、だから両方の良さがきっとあると思うから、ね、楽しみだね、写真ね。双子の落語まだ聞いたことないんですが、江戸落語ですよね。令和落語は基本
新作が多いかもしれない。なんかね、前回私がやった落語がちょっとなんか古典じゃないけど、その江戸っぽい感じもありつつ、今風なアレンジもありつつ、まあ令和のなんだろうな、昔みたいになんかお話がちょっと難しいみたいな感じじゃなくて、落語を知らない方とかも気軽に聞ける、聞きやすい、そんな新作落語、創作落語ですね。なので今回もね、台本いただいて、また新しい演目、二人落語、二つってことは二つ覚えるってことなんですけど覚えれるかな。でも大丈夫だよね、覚えてきたもん今まで。そう、二つ覚えるんですけど、そう、楽しみにしててください。まだちゃんと最後まで読めてないけど、面白そうな予感面白そうな予感がしてきた。やればできる子、ハタゴン、ハタゴンならできるできる。そうだよ、いつも乗り越えてきたんだから大丈夫だよ。まあでも今は楽しみ。落語楽しみ、全部言ってます。ありがとうございます。じゃあ今回も絶対来てください。今日のリップ教えてください今日のリップはですね、こちらです。ロモ&のアップルブラウン、これなんかお箱、お箱って言い方合ってんのかな。これもうなんか最初これ使ってて、途中違うやつ使って、ほんでこれに戻ったみたいな。結局これが一番なんか安定、衣装にも合うし私服にも合うしみたいな、安定でございますけど、今リップ探してる、自分に合う可愛いなんかリップを探してる。まあでもこれは本当に劇場とかでも使ってるね、普段もたまに使うけど、もう一個使ってるのがあって、もう一個はね最近よく使ってる赤い、結構自分はオレンジ系のリップばっか塗るけど、赤いのにも挑戦してみたいなということで、赤めのリップも塗るようになった。ロモ&知ってる？みんな女の子はね、もう知らない人はいないってぐらい有名ですよね。サシのリリミュー落ちなくておすすめ。あ、リリミューのリップも使ってました。田中みな実さんおすすめの色、あのカラー使っててめっちゃ良かった。でもう一本リピートしようとしたんだけど、他のリリミューの色も試してみたくて一回やめたんだよね。一回やめて今デパートコスメ、ノーノーのプチプラコスメです。薬局とかに売ってる。フィグ使ってる。すごい、これ男性群全然わかんないワードいっぱい出てきてる。フィグね、かわいいよね色。フィグなんかチュリさんが使ってたかも昔。チュリさんとかなんかエゴさんとかが使ってて、フィグっていう色もかわいいなと思って使ってみようとしたんだけど、結局アップルブラウン買った思い出。初耳からの初耳そうだよね、メイクは奥が深いです、深いです奥が。フィグね絶対分かってないでしょ。フィグね、今ガールズトークしてた、ちょっとね。ハタゴンのしてるネイル綺麗だなと。本当ですか？もうボロボロです。これミュージックビデオ風にして、みんなこのネイルからミュージックビデオを想像してみて
絶対できないと思う。これ舞台用とミュージックビデオ用で今回ネイルしようと思ってしたんですけど、しかも私お料理クックパッドもあるからそんな派手なのできなくて、そう、でももうネイル変えないとやばい。爪が伸びてきてもいいようにこの肌なじみのいい色にしたんですけど、ちょっとマジで取らなきゃ、もうそろそろやばい。あ、ヒートテック見えてる。そう、でも今すごい指めっちゃ怪我してるんですよね。なんか去年一昨年、いつだっけ、なんかあかりさんの卒業ライブの時にできた傷とかまだ治ってない。ほんとなんかやっぱ年齢年傷が治らないっていう。そう、毎回ライブでね、どこも大きな怪我はしないんだけど指を絶対怪我するの。最近ずっと、ここ最近のライブずっと、夏のゼップチーム卒業ライブ、今3回連続で指怪我してる。こことここと、ここもこことか一生消えん。あ、ちょっと見えんな、ちょっと全然、あ、見えないわ。そう、消えないんですよね。そうそう、いつもね指を怪我しちゃうんだよね。気をつけよう、次も公演とか。握手会で見に行きます。見てください、私の指の怪我を。じゃあその頃には治っててほしいけどな。なんか皮膚硬くなってるんですよね。え、丈夫？皮膚丈夫すぎて。あのみんな、やばい、もうあと3分しかないけど、あのね、みんな足腰が痛い人、筋肉痛とかさ、関節痛、肩が痛い人とかにおすすめ。これ絶対みんな知ってるだろうけど、ほら、ロキソニン、これロキソニンの湿布、これめっちゃおすすめ。なぜ急にこれがおすすめって今ね言ったかというと、その舞台でさ、めっちゃ体がね痛かったの。あんだけ美穂ちゃん、あんだけ走り回ってさ、階段とか駆け上ってた役だったんですけど、なんか2日目からめっちゃ体痛くなって、でキジムナー役の山本昇さんも私とずっと一緒なシーンだからめっちゃ動くの。だから体がねすごい悲鳴を上げてたんですけど、薬局行ってどの湿布が一番効きますかって店員さんに聞いたんです。でも湿布なんて全部一緒だと思ってたんですよ。なんかもう気休め、ほんと気休めけども買おうと思って、久しぶりに自分で久しぶりに買いました湿布を。それがなんかロキソニンで、ロキソニンはマジでなんか効きますみたいな言われて、信用しなかったんですけど、貼って本番ギリギリまでつけてたら痛みなくなって、そう、あのキャッチボールの練習めっちゃしてたから謎に肩が痛かったんですよ。足じゃなくね、肩が痛くて肩につけてたら治って、びっくりしちゃった。ロキソニンってそんなにいいんだと思って。みんなだからマジおすすめだよ、ロキソニンの湿布。あ、やばい、あと1分だ、あと1分です。みんななんか体壊さないように気をつけてね。最後みんな気をつけてください、体。というわけで新曲発売楽しみにしててください。選抜、頑張ります。特典会も盛りだくさん、皆さんぜひ遊びに来てください。ありがとう。来週は夏ライブもありますね、大阪でお待ちしてます。ということで皆さんありがとうございました。おやすみなさーい、ゆっくり眠ってください。